ふれあいバスふれあいバスは、鹿児島県霧島市が運行する、コミュニティバスの名称である。霧島市の旧7市町の地区内で、コミュニティバスを運行している。2001年11月から2003年3月まで、旧国部市域で運行していた、海援性巡回バス、シティウォーカーについても講述する。国部地区、溝部地区、横川地区、牧園地区、霧島地区、 福山地区の6地区46路線からなる。北部エリアは南国交通、南部エリアと中部エリアは鹿児島交通がそれぞれ担当を受け持っている。なお、早戸地区は早戸巡回バスとして霧島市の補助を受けて運行しているものの他の地域とは異なり、鹿児島交通の一般路線として運行している。そのため、運行形態や料金体系は、 一般路線に準拠しており、運用車両も一般路線と共通運用である。霧島地区で運行している。霧島連山、トレッキングバスも早戸地区とほぼ同じ条件で運行している。極楽バス停前日の概略で記しているように、早戸地区では地より補助を受けているが、運行形態や料金体系、車両運用が一般路線として運営している。 経路等詳細についてはこちらをクリック。路線運賃運行委託路線運賃運行委託、福山町当時のバス停福山地区のうち、乗り合いバス対応の2路線は、霧島市乗り合い自動車運送事業として、いわゆる80乗バスによる優勝運送として運行されている。鹿児島交通牧野原ひそもくの間が1984年9月末かぎりで廃止されたことに伴い、 ひそきの地区の交通の便宜を図るため合併前の福山町により福山町乗り合い自動車運送事業として1986年11月17日より運行開始した。霧島市に合併された後もそのまま霧島市乗り合い自動車運送事業として引き継がれ現在に至っている。運行開始当初より牧野原小学校のスクールバスを使用した。 スクールバス根性方式の80乗バスとして運行されている。現在は、ひそきの方面スクール、かれ川方面スクールの2路線だが、運行開始当初は以下の1路線のみだった。岩戸牧野原線福山町当時の車両現在は、ふれあいバスの料金体系と同じだが、運行開始当時の料金は1回乗車200円だった。ただし、 スクールバスのため小中学生の通学利用については無料で、これは現在も同じである。旧国部地域では、現在の国部触れ合いバスが運行を開始する以前、開園性巡回バス、シティウォーカーを運行していた。これは国土交通省の社会実験として2001年11月に運行を開始した。なお、社会実験は2002年4月末で終了し、以後は、 林田バスの自主運行となった。シティウォーカーの特徴としては、1ヶ月間有効のサポーター券を購入することによって、サポーターの回避にてバスの運行を行う会員が支える巡回バスが趣旨である。茂久線松木広瀬線に、式根線しきねの3線区からなり、それぞれの線区で複数の系統が運行されていた。しげひ以外は、市内循環路線であった。 2002年5月からは新たに軍電線も追加された。乗車にはサポーター券を購入して乗車するシステムであるが、会員でない一般の乗客も、現金や回数券でも利用が可能だった。現金、回数券利用の場合は、一般路線と同じ区間制の運賃を徴収していた。運行開始当初は6時22時まで、茂久線は15分、松に、広瀬線は30分。 式根線は60分間隔で運行。その後、路線、ダイヤの見直しに見直しを重ね、晩年は、各路線6時21時まで30から60分間隔での運行だった。車両は、鹿児島交通から遺跡の大型車4台、自社の中型車2台を専用車両とし、図書もシティ岡オリジナルのデザインとした。内大型2台は、 地元の小学生によるイラストをまとったデザインとした。こうして地元の足として運行していたシティウォーカーだったが思うような利用者の増加は見込めず2003年3月末日をもって運行は終了した。運行終了後の車両のうち大型2台は鹿児島、もう1台は川内へ転属しローカル運用で使用、残りは国部の一般路線で運用されたが2008年度までに 全社廃者となった。ありがとうございます。